きチャンネル。じゃん。こんにちは。さあ約1年ぶりにやってまいりました、はい、禁断の企画です、うん、これはもうどこのメディアもやりたがらないし、はい、やらない、うん、ネガティブ情報満載の禁断の企画、はい、今年もやってまいりました、はい、前年度前年年度前前前年度ドラフト通信簿、全然前世みたいになってる。そうですね、うん、この企画もう3年目じゃないですか、はい、だから資料も取ってあるので、はい、3年分のドラフトを見られるという、はい、なんて言っても2019年10月18日、はい、ドラフト当日の新聞、はい、残してます、はいはい、19、20、21、ね、今年はだから10月20日、はい、ドラフトですけども、うん、まだ今日はですね、9月15日14日14日、9月14日、はい、あと1ヶ月ですけども、うん、通信簿を12球団やって、うん、でどの球団どのチーム何を目安にどういうポジションを取った方がいいのか12個やるんで、はい、もう今からやらないと、うん、時間がなく取りかかれないということで、はい、シーズンも終わっていませんけどもやっていきたいと思います、はい、だからまあ今日までの成績ですね。そうですね。のまあでもそんな後ね15試合前後しかないから、うん、はい、そんな変わんないね。そうですね、うん、そっから、うん、はい、100で100ぐらい打てばね、うん、話は変わるけど。はい、何問題あるの。そうです。さあということで、はい、開幕、うん、この通信簿開幕はじゃあ古巣ロッテからで、おお、見ていきましょう。見ていきましょうね。まずは2019年、はい、ドラフト1位佐々木、うん、で佐藤俊也、高部、横山、福田、うん、だこのまず19年から見ていこうかな、はい、これだから3年目ね、まあ、だ高卒の方もいるし、そうそうそう、うん、で3年目でどうだったかっていうね、はい、で当時ね井口監督これ嫌だね、うん、その時言ってたコメントまた言われるんだから、うん、これそうですね、予定通りバランスよく取れた、佐々木は予想していた球団が他に行ったが4球団来てましたから育成も2人取れてしっかりできたと思います、うん、だからまあ良かったってことですよね、うん、まあ、そうですね、うん、ね、でその中で佐々木ね、はい、まあガラスの体だからね、はい、だからまあまだ今年も、うん、まあ、今もね疲労が抜けずローテーション飛ばして、うん、でまた途中でね豆潰れたりとか100球制限あったりとか、うん、まあまだ完全試合したとはいえ、はい、まだ一軍のローテーションピッチャーじゃないね、はい、だからまあまだアマチュア選手抜けれないね、まあ、でもやっぱり素材の良さっていうのは見せつけたなっていう感じはありますけどね、うん、でもまだ、うん、まだ一軍のローテーションピッチャーじゃないからまあ、やることあるっすって、まだまだ、まあ、だから今年やったことをひょっとしたら来年もう一回やり直さなきゃいけないかもしれないけども、うん、まあまあ、期待、うん、まあ、通りですね、うん、もうみんな、まあ、それ完全試合するとは思わなかったとしても、はい、期待通りの活躍と成長を見せてるっていうところではまあまあいいですね、はい、うん、で2位の佐藤俊哉、ね、キャッチャーいないっていうところで、はい、でまあ今年ね、だから今ねホームラン8本だから、はい、最低10本いきたいね、うん、残る試合で、うん、でまあ打てる捕手はまだちょっと肩書きとしては弱いね、まあ、キャッチャーで出てない時も多いですしね、うん、そうだね、うん、まあまあでもまあまあ3年目、はい、今年ね、まあ、でもまあまあいいステップアップ踏んで、うん、まあ、即戦力ではなかったけどね、はい、よく書いてるから即戦力でとかね、まあまあ、はい、はい、書いてるけども、まあ、即戦力ではなかったね、チームの戦力にはなっていると、うん、でちなみに俺は5年目に3割1分9厘ホームラン8本だったから、まあ、まだ佐藤さんで見たから、はい、まあまあまあいいでしょう、いいペースじゃないですか、そうそうそう、うん、でもここから上がってくれればいいけどね、はい、で次3位高部、おお、もう盗塁を確実、はい、40個はするね盗塁、うん、ね、2軍の帝王だったけど、はい、それを今年ブレイク、うん、して、うん、いい形だね、はい、だから3位で高部、じゃあ1この2019年のドラフト1位、いいね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 、で4位、はい、横浜、はい、専修大松のね、うん、横浜は2軍でどうなんだろうね、1軍では1試合だけ投げてる、うん、2軍で2勝3敗、はい、登板数29、3.48、うん、まあまあだな、まあまあ、まあ、高卒3年目だからね、まあいい修行中でしょ、今、うん、でもサイドスローで今年、東條がね、いい形になってきたから、はい、だからそこまたね、ちょっと競争だね、うん、まあまあまあ、高卒だからね、はい、で5位、福田、右投げ左打ち、ショートいっぱいいすぎる問題ね。同じタイプが多いって言ってましたもんね、うん、そう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 、キャラかぶり、うん、今年13試合打率1割6分7厘で2軍では1割9分3厘、うん、ちょっとあれだね、だいぶパッとしないね、うん、そうですね、フルキルスイング広角に打ち分けられる内野手、うん、
ね、まあその肩書き通り頑張ってもらいたいですね、はい、まあまあ、勝手に言われてるだけだからね、はい、本人のせいじゃないけどね。そうですね、うん、はい、で育成で元前、おお元前投手、まあまあまあね、で上田、はい、まあまあここのドラフトはいい感じだね、まあ、1、2、3が活躍できてるなかなかないからね、で、2020年、はいはい、今年2年目ね、はい、1位鈴木翔太、はい、ね、あの早川行って抽選で外して、うん、で鈴木と言って、はい、あのこの通りね、井口監督、左腕プラス先発投手で考えていたので我々の予定通りの選手を獲得できました、うん、早川投手も含めできれば2人欲しかったがそうはいかなかったけども左投手獲得できたっていうね、うん、鈴木翔太でもまあね、うん、このきだから一昨日の試合で、はい、あのめちゃくちゃいいピッチングしたんだよ、はい、今年、うん、日本ハム戦そうでしたね、うん、だからまあ、うん、来年3年目、はい、勝負だね、うん、っていうところでは、でもまだ予定通りの活躍はしてないね、はい、想定通りのね、どうなんですかね、やっぱリリーフでも行くのか、いやだからあのどっちもパッとしないからどっちも座れないのよ。 あ、ちょっと言い方厳しい、うん、ちょっとまあまあ古巣だからなんかこう、あこれでも12球ないしよ、意識してか、うん、評価はだって褒めてほしかったら結果出すしかないから、俺はもう事実に基づいて言ってるから、そうか、期待値とかないから、はい、今の姿を冷静に分析して言ってるだけだから、はい、パッとしないでしょ、パッとする、はい、うん、まあまあまあ しないか私それは仕方ない、それはもう仕方ない、仕方ないんだからもうね、はい、うん、それがもうそれこれな、ふざけんな里崎と、はい、って言って頑張って結果出したら、はい、すごいって言うから、そうですね、褒めるときはめっちゃ褒めますもんね、そう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 、うん、ね、2位、はい、中森、うん、ね、まあま、あの赤石商業から、うん、高卒2年目どうなんだろうね、2軍は、はい、あれ5試合しか投げてない、まあ、評価の対象外、評価しようがない。3位小川隆生、うん、あ、これあれ右投げ左打ちショートいっぱいいるんだぞ問題、うん、はい、毎年とるね、はい、一軍出てたね、出てます出てます、うん、1割1分8厘、攻める守備で観客を沸かせる、昨年の日米野球でも、まあ、守備はいいね、でも守備じゃレギュラーになれないからね、うん、2軍でも打ってないもんね、1割7分8厘打たなさすぎやな、もっとちょっと打撃気合い入れてやんないとこれじゃレギュラーになれない、はい、59試合、まあでもあの評判通りだよ、守備はまあまあいいのよ、はい、うん、でも守備じゃなれないからね、はい、次川村時人、今年も結構投げましたよね、いや去年もいい感じだったけど、うん、ローテーション入ってくるかなって思ったけど入ってこないね、今年もだから、ね、4試合だ4先発、うん、2勝0敗、はい、で2軍でも2勝2敗防御率3.3、8試合登板あんま投げてないね、怪我か、怪我かな、な 投げてないもん、2軍でも8試合しか投げてないもん、ね、怪我ですかね、まあ、分かんないけどね、はい、そんな俺も毎日全試合見てるからさ、うん、2軍まで追っかけられないからね、そうですね、うん、まあ、これはしかんない、はい、でもいい感じ、うん、西川いいのよ、はい、2軍で1軍はいないよ、うん、ホームラン8本、2割8分5厘、ああ2軍で、うん、いいのよ、ああじゃあちょっと将来期待ですね、そう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 、うん、もう上げてきてほしいね1回も、うん、ほぼほぼロッテはもう無理なのよ、ほぼほぼ、はい、そうですか、うん、3位は、うん、ほぼほぼ、はい、だからこれもう西川選手とか、うん、このね、来季のために一軍使ってほしいよね、ちょっと経験も含めてっていう、うん、で育成が小川、小沼、山本、あ、谷川、小沼、山本、佐藤、はい、あれ佐藤翔馬投手、そうだ、この前勝ったじゃんね、はい、いい形で、うん、投げてますね、うん、まあ、あとは継続できるかが勝負ね、はい、で、あと山本打ってんだよね、あ、そうですか、11本ホームラン、だから山本、西川をちょっと1軍に見たいね、うん、どんなもんなのかっていうね、はい、で小沼もまあまあいけるかなと見せかけて、まあそんな結局は安定しないっていうところだったけども、うん、1軍で21試合登板 6.04、うん、もうちょっと頑張らなきゃいけないね、だからまあ1軍で言うと、うん、この回のドラフトは、まあ、パッとしないね、全体的に、まあ、まだガーンってこうちゃんと出てきてる方がいないという、うんうんうん、でもこの山本、西川高卒今年2年目、うんうん、これちょっと期待値あるね、楽しみです、ね、ちょっと一軍で見たいね、はい、どうなるのかっていうのをね、うんうん、でもうちょっとこの鈴木は頑張んなきゃいけないね、はい、で川村怪我なのかなっていうね、うん、いい感じ投げてるけどね、はい、で小川もバッティング頑張れっていうね、うんうん、でもまあまあそんなまあパッとしないね、はい、で次じゃあ今年のドラフトね、1位松川、2位池田、3位広畑、4位秋山、5位八木、で育成が田中、早見、長島田、村山、うん、で井口監督は最大のポイントが星でした、うん、松川を日本一の
球界を代表する捕手に育てていきたいと思いますって、うん、いうところで、うん、まあそんなパッとしないねまあでもまあ今年で言ったら松川くんはあれじゃないですか、もう高卒1年目で完全試合も受けて、まあでもノーヒットノーラン受けてるやついっぱいいるからね。いやまあそうなんですけど、だからまあ1年目と18歳1年目としたら頑張ってると思う。いやそうですよね、うんうん、でもフラットにプロ野球選手のホストしたらまだまだやらなきゃいけないこともあるし、まあ打率1割じゃ寂しいから、うん、まあまあこれをスタートにして頑張っていってもらいたいなと、はい、まあでも1で取ったっていうこと自体はまあいいんじゃないですか。うん、だからまあ勝負だねここから、はい、うん、あの1位の選手も全員活躍しないからね、はい、次池田ライト、はい、ね、右投げ右打ち、うん、1割3分3厘2軍では、うん、2軍でもホームラン2本しか打ってないね。うん、広畑ちょっと投げてますよね。投げて1軍でいるよ、ね、うん、あのカバーリングがすごいからね、うん、カバーリングだけのよね、あの12球団一番いいよ。あ、そうなんですか、うん、そうそうそう、カバーリングだけはね。でもピッチャーの本質的要素じゃないけどね、カバーリングだけど、カバーリングっていうのは、はい、打たれて後の問題だから、はい、打たれなかったらカバーリングいらないから。わー、そうですか、うん、でもカバーリングはね、12球団で一番、俺が見た中で。でまずね、あの左にね、4割2分1厘も打たれてるから、はい、対左バッターにあの、うん、もっとこう対策持って成長していかないとっていうところはあるね、はい、で今シーズンが26試合登板、うん、大体敗戦処理だからね、うん、まあまあもうちょっと頑張ろうだね、はい、正直ね、うんうん、だってあの今年丸森ホス対広畑で球界を代表するほこたて対決って言って、勝負どころのマリンで、はい、右ビッ、うん、対右ピッチャー打率1割台の丸森ホスと、はい、対左バッター被打率4割超えの広畑、ね、はい、この状況でどっちが勝つかって言ったら、はい、あの1割台の丸森ホスがスリーラン打って、で同点になったのね、はい、これ究極プロ野球界究極のほこたて対決。なんか実況アナウンサーがそう言ってるのね、聞いてました。俺だってあのその時解説だもん。あ、そうでしたっけ。そう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 、うん、で次秋山誠雄、はい、まあ、小卒だからね、うん、13試合3先発まあまあやな、まあまああのまだ評価の対象じゃない、うん、八木、はい、ちょっと1軍で投げたけどね、うん、そんなにパッとしなかったね。33番です、うん、1軍20試合、うん、2.66、勝敗ホールドとかも14試合5、まあ、だから八木と広畑の戦いだね、うん、同じ右だしね。そうですね、うん、まあ、年代も近いというところで、うん、でまあ育成っていう、だからまあこの3年のドラフトを振り返ると、うん、まあ、この3年の中で絶対的一軍になってるのは、はい、まあ、佐々木、佐藤、高部、うん、でまあ松川だね、4人、うんうん、あとはまあ上がったり下がったりだから、うん、こう評価しようかな。はい、これ3年を含めた評価ですか。3年を含めたドラフト、はい、うん、だって取るときは良かったとか、うん、最高とかみんな言うじゃん、はい、だそれどうなってんのかっていう、はい、まあじゃあ ABC ランクで言うと、うん、まあ B だね。お、まあ、良くもなければ悪くもないっていう、うん、でそもそも佐々木が、ね、ここまでなってなかったら、うん、逆にもう D とかになっちゃうからね。まあそうですね、えみたいな、佐々木みたいな、はい、なんなのかな。しかもまあほぼ全員が、うん、19年ドラフトだから、はい、この20年21年ドラフトでチームに欠かせないといけない存在になりきれてるのいないからね、まあ、正直でほぼほぼレギュラーになってるのがこう2年で言ったら松川選手ぐらい、ね、またこれもその松川の力っていうか、まあ、他の人の低たらくっていうのはあるけども、うん、あとチームが松川を育てたいと思って使ってるっていうところもあると思うんだよね、はい、うんうん、だそういったところではまだやらなきゃいけないところが多いから、はい、っていうことで、あと佐々木朗希とセットで評価されてる部分もあるし、うん、だから佐々木朗希が投げなくなってから松川のことをあんまりトップニュースで扱うところ聞いたことないもんね。あ、ニュースでね、はい、だからそこら辺を脱却して一人で評価されるようにならなきゃいけないよね、うん、まあ、そうです、佐々木朗希投手佐藤、ね、選手とも組みましたしね。でもそんな変わらないじゃん、うん、っていうことは誰が受けててもそんな変わらないってなってくると、はい、よりね打つことが試されるようになってくるから、はい、まあ、でもこう見ると2019年ドラフトはいいですね。ちょっといいね、1、2、3が活躍してるというところで、うん、そうそう、でもそこ20、21活躍してないからね、はい、だからそこら辺が選手層の薄さを埋めきれてないね。うん、じゃあまあ評価は B、 まあ心は、まあ、3人いるからね、はい、まあこれが基準だね、はい、B だね、B、うん、じゃあ他の球団はねどうなってくるのかとね、はい、また明日行きましょう、はい。